どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、今回ですね、私のサブアカタンホール7なんでございますけれども、皆さんダクエリね、ダクエリでこのバーバリアンキングが作れるわけですよ。しかし1万どうやって貯めるか皆さん分かりませんよね。ということで私がですね、考えるダクエリガッポリ編成ということで、ガッポリなのかな、資源集め編成ということで紹介していきたいと思います。はい、攻撃側キヨキヨのサブアカヒョということで、ですね、まあよく見る陣だと思うんですよ。こういう風にね、まあダークエリクサーが真ん中にあって、そしてまあ対空砲があったりね、バーバリアンキングがあったりで、こうしてこう見てみるとバランスの取れた陣だと思うんですよ。このベースをですね、編成を見てもらえば分かる通り、ジャイヒーアチャで私は結構攻めてます。はい、見ていくことにしましょう。まずですね、ウォールブレイカーを1体出して相手の援軍を確認しました。まあ援軍をですね、こう確認しないで攻めてしまって、相手の援軍にウィザードとかが入ってしまうと、このジャイアンとかね、すぐ死んでしまうんですよ、ウィザードに攻撃されて。ですのでしっかりとですね、援軍を確認するようにしてください。そしてウォールブレイカーを今回8体持ってきているんですけれども、やはりですね、このようにジャイアントが歩く道をですね、ウォールブレイカーで作ってあげることっていうのが重要になります。そしてもうこの大軍ね、この大軍アーチャーがですね、もういい役割してくれるんですよ。やはりこうしてジャイアントが盾になって後ろからアーチャーで攻撃していく、これがクラッシュオブクランですよというですね、攻め方でございます。まあ基本的にはですね、まあ、クラクラは盾を作って後ろから攻撃するというのがクラクラのですね、まあ攻め、基本的な攻め方だと思うんですけれども、このようにジャイアントが盾になって後ろからアーチャーでダークエリクサーを攻撃するという形の攻め方となっております。ですね、おお、すいません、アーチャーではなくてウィザードじゃダメなのかっていう方は、うわすごいな、ジャイアントいると思うんですけれども、まあ、ウィザードですとね、やっぱりコストがかかってしまうんですよ。エリクサーが膨大にかかってしまうので、それもったいないということで、そうですね、アーチャーを使っております。やはりその迫撃砲とかでウィザードとかすぐ死んでしまうので、やはりアーチャーで、まあアーチャーでも死んでしまうんですけどね、でも迫撃砲のターゲットもジャイアントに取らせることが重要です。ということですね、まあ今回は、このようにダクエリをね集めるということで、僕の配置も結構ダクエリ取られやすいですよね。今の編成でいくと、ちょっとダークエリクサー取られやすいのかなみたいな感じしますけれども、ということで、まあ今回ね、もう私もさっさとね、軍事関連のこのババキンが欲しいんすよ。もうね、私最近ジャイヒーやるの結構ハマってるんで、そうジャイヒーやるときにバーバリアンキングもいたら強いじゃないですか。ということで、まあね、今回はタウホール7のダークエリ集めということで、動画でございましたけれども、ぜひとも皆さんこの編成で試してみてください。結構ダークエリクサーを抜ける割合は多くなってくるのかなと思いますので、ぜひとも最初の1万貯めるときに使ってみてください。ということで、ご視聴おろしょー、じゃんじゃん、チャンネル登録して、チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。